無料オーディオブック坊ちゃん夏目漱石6野田八大嫌いだ。こんなやつはたくあん石をつけて海の底へ沈めちまう方が日本のためだ。赤シャツは声が気に食わない。あれは持ち前の声をわざと気取ってあんな優しいように見せてるんだろう。いくら気取ったってあの面じゃダメだ。惚れるものがあったってマドンナぐらいなものだ。しかし教頭だけに野田より難しいことを言う。家へ帰ってあいつのもう市場を考えてみると一応もっとものようでもある。はっきりとしたことは言わないから見当がつきかねるが、何でも山嵐が良くないやつだから用心しろというのらしい。それならそうとはっきり断言するがいい。男らしくもない。そうして、そんな悪い教師なら早く免職さしたらよかろう。教頭なんて文学士のくせに育児のないもんだ。陰口を聞くのでさえ公然と名前が言えないくらいな男だから弱虫に決まってる。弱虫は親切なものだから、あの赤シャツも女のような親切者なんだろう。親切は親切、声は声だから声が気に入らないって、親切を無にしちゃ筋が違う。それにしても、世の中は不思議なものだ。虫の好かないやつが親切で。気の合った友達が悪者だなんて、人を馬鹿にしている。大型田舎だから、万事東京の坂に行くんだろう。物騒なところだ。今に火事が凍って、石が豆腐になるかもしれない。しかし、あの山嵐が生徒を先導するなんて、いたずらをしそうもないがな。一番人望のある教師だというから、やろうと思ったら、大抵のことはできるかもしれないが。第一、そんな周り、くどいことをしないでも。直に俺をつらまえて、喧嘩を吹きかけりゃ、手数が省けるわけだ。俺が邪魔になるなら、実は、これだ、邪魔だから辞職してくれと、運や、良さそうなもんだ。ものは相談づくでどうでもなる。向こうの言い上がもっともなら、明日にでも辞職してやる。ここばかり米ができるわけでもあるまい。どこの果てへ行ったって、のたれ死にはしないつもりだ。山嵐もよっぽど話せないやつだな。ここへ来たとき、第一番に氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のあるやっこから、氷水でもおごってもらっちゃ、俺の顔に関わる。俺は、たった1杯しか飲まなかったから、1銭5厘しか払わしちゃない。しかし、1銭だろうが5厘だろうが、詐欺師の恩になっては、死ぬまで心持ちが良くない。明日学校へ行ったら、1銭5厘返しておこう。俺は、清から3円借りている。その3円は、5年経った今日までまだ返さない。返せないんじゃない。返さないんだ。清は、今に返すだろうなどと、かりそめにも、俺の懐中を当てにしてはいない。俺も、今に返しそうなどと、ほか人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちが、こんな心配をすればするほど、清の心を疑ぐるようなもので。清の美しい心にケチをつけると同じことになる。返さないのは、清を踏みつけるのじゃない、清を。俺の片割れと思うからだ。清と山嵐とは、元より比べ物にならないが、たとえ氷水だろうが、甘茶だろうが。他人から恵みを受けて、黙っているのは、向こうを、一角の人間と見立てて、その人間に対する行為の所作だ。割前を出せば、それだけのことで済むところを、心の内でありがたいトーンに切るのは、千金で買える返礼じゃない。無意無感でも、一人前の独立した人間だ。独立した人間が頭を下げるのは、100万両よりたっとよれと思わなければならない。俺は、これでも、山嵐に1005輪奮発させて、100万両よりみこととい返礼をしたきでいる。山嵐はありがたいと思ってしかるべきだ。それに裏へ巡って、卑劣な振る舞いをするとはけしからんやろうだ。明日行って、1005輪返してしまえば借りも貸しもない。そうしておいて喧嘩をしてやろう。俺はここまで考えたら、眠くなったからぐうぐう寝てしまった。あくる日は、思う司祭があるから、冷酷より、早やめに出こうして山嵐を待ち受けた。ところがなかなか出てこない。裏なりが出てくる。漢学の先生が出てくる。野田が出てくる。しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机の上は、白木が一本縦に寝ているだけで完成なものだ。俺は、控え所へ入るやいなや返そうと思って、家を出るときから、湯煎のように手のひらへ入れて、1005輪、学校まで握ってきた。俺はアブラッシュだから、開けてみると、1005輪が汗をかいている。汗をかいてる銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから。机の上へ置いて、ふうふう吹いてまた握った。ところへ赤シャツが来て、昨日は、失敬、迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りましたと答えた。すると、赤シャツは、山嵐の机の上へ肘をついて、あのバンダイズラを、俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君昨日、帰りがけに、船の中で話したことは、秘密にしてくれたまえ。まだ、誰にも話やしますまえねと言った。女のような声を出すだけに、心配性な男と見える。話さないことは確かである。しかし、これから話そうという心持ちで、すでに、1005輪手のひらに用意しているくらいだから。ここで、赤シャツから口止めをされちゃ、ちと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と名をささないにしろ、あれほど、推察のできる謎をかけておきながら。今さら、その謎を解いちゃ、迷惑だとは、教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら、俺が、山嵐と戦争を、初めて、しのぎを、削ってる真ん中へ出て、堂々と、俺の肩を持つべきだ。それでこそ一行の教頭で、赤シャツを着ている首位も立つというもんだ。俺は、教頭に向かって、まだ誰にも話さないが、これから山嵐と談判するつもりだと言ったら、赤シャツは、大いに狼狽して、君、そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて、別段、君に何も明言した覚えはないんだから君が、もし、ここで乱暴を働いてくれると、僕は非常に迷惑する。君は、学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろうと。妙に常識を外れた質問をするから、当たり前です。月給をもらったり、騒動を起こしたりしちゃ、学校の方でも困るでしょうと言った。すると、赤シャツは、それじゃ、昨日のことは、君の参考だけに止めて。口外してくれるなと汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい。僕も困るんだが。そんなにあなたが迷惑なら、よしましょうと受け合った。君大丈夫かいと赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか奥行きがわからない。文学誌なんて、みんなあんな連中ならつまらんものだ。辻褄の合わない、論理に欠けた注文をして天然としている。しかも、この俺を疑ってる。はばかりながら男だ。受け合ったことを裏へ巡って保護にするようなさもしい了見は持ってるもんか。ところへ、ロードなりの机の所有主も出向したんで、赤シャツは早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは歩き方から気取ってる。部屋の中を往来するのでも、音を立てないように、靴の底をそっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて、修行のラッパが鳴った。山嵐はとうとう出てこない。仕方がないから、一銭五輪を机の上へ置いて教場へ出かけた。授業の都合で1時間目は少し遅れて控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るやいなや今日は、君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえと言った。俺は、机の上にあった一銭五輪を出して、これをやるから取っておけ。千だって通り町で飲んだ氷水の台だと山嵐の前へ置くと。何を言ってるんだと笑いかけたが、俺が存外真面目でいるので。つまらない冗談をするなと、銭を、俺の机の上に吐き返した。おや山嵐のくせに、どこまでもおごる気だな。冗談じゃない本当だ。俺は、君に氷水をおごられる因縁がないから、出すんだ。取らない方があるか。そんなに、一銭五輪が気になるなら取ってもいいが、なぜ思い出したように、今自分返すんだ。今自分でも、いつ自分でも、返すんだ。おごられるのが嫌だから返すんだ。山嵐は、冷然と俺の顔を見て、ふんと言った。赤シャツの依頼がなければ、ここで、山嵐の卑劣を暴いて、大喧嘩をしてやるんだが。口外しないと受け合ったんだから、動きが取れない。人が、こんなに真っ赤になってるのにふんという理屈があるものか。氷水の代は受け取るから、下宿は出てくれ。一銭五輪受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが、俺の勝手だ。ところが勝手でない、昨日。あそこの亭主が来て君に出てもらいたいと言うから。その訳を聞いたら亭主の言うのはもっともだ。それでも、もう一応確かめるつもりで今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ。俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない。亭主が君に何を話したんだか、俺が知ってるもんか。そう自分だけで極めたってしようがあるか。わけがあるなら、わけを話すが順だ。天から、亭主の言う方が、もっともだなんて、失敬千万なことを言うな。うん、そんなら言ってやろう。君は、乱暴で、あの下宿でもてあまされているんだ。いくら、下宿の女房だって、下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて、いばりよぎるさ。俺が、いつ下宿の女房に足を吹かせた。吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向かうじゃ、君に困ってるんだ。下宿料の10円や15円は掛け物を一服売りゃ、すぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんなら、なぜ置いた？なぜ置いたか、僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから、出ろと言うんだろう。君出てやれ。当たり前だ。いてくれと手を合わせたって、いるものか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ終戦する君からしてが不埒だ。俺が不埒か、君がおとなしくないんだか、どっちかだろう。山嵐も、俺に劣らぬ癇癪持ちだから、負け嫌いな大きな声を出す。控え所にいた連中は何事が始まったかと思って、みんな、俺と、山嵐の方を見て。顎を長くして、ぼんやりしている。俺は、別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら。部屋中一通り見回してやった。みんなが驚いてる中に、野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が、貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で。野田のかんぴょう面を射抜いたときに、野田は突然真面目な顔をして。大いに慎んだ。少し怖かったと見える。そのうちラッパが鳴る。山嵐も俺も喧嘩を中止して、教場へ出た。午後は、千や俺に対して、無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは、生まれて初めてだから、とんと様子がわからないが、職員がよって。たかって、自分勝手な説を立てて、それを、校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国略の決しかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような、誰が見たって、不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と解釈したって異説が出ようはずがない。こんな明白なのは、即座に校長が処分してしまえばいいに。ずいぶん決断のないことだ。校長ってものが、これならば、何のことはない、煮え切らない、グズの異名だ。会議室は、校長室の隣にある細長い部屋で、平常は、食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が20脚ばかり。長いテーブルの周囲に、並んで、ちょっと、神田の西洋料理屋ぐらいの格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは、勝手次第に席に着くんだそうだが。体操の教師だけは、いつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると山嵐と野田が並んでる。野田の顔は、どう考えても劣等だ。喧嘩はしても、山嵐の方が、はるかに趣がある。親父の葬式の時に、小日向の陽源寺の座敷にかかってた掛け物は、この顔によく似ている。坊主に聞いてみたら、伊田天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから、目をぐるぐる回しちゃ、時々俺の方を見る。そんなことで脅かされてたまるもんかと、俺も負けない気で、やっぱり目をぐりつかせて。山嵐をにらめてやった。俺の目は格好は良くないが、大きいことにおいては、大抵な人には負けない。あなたは、目が大きいから役者になるときっと似合いますと、清がよく言ったくらいだ。もう大抵お揃いでしょうかと校長が言うと、初期の河村というのが、一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですがと考えていたが、これは足りないはずだ。とナスの占りくんが来ていない。俺と占りくんとは、どういうすくせの因縁か知らないが、この人の顔を見て以来、どうしても忘れられない。控え所へ来れば、すぐ、占りくんが目につく、途中を歩いていても。占り先生の様子が心に浮かぶ。温泉へ行くと、占りくんが、時々青い顔をして、湯壺の中に膨れている。挨拶をするとへーと恐縮して頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て占り君ほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。俺は、君主という言葉を書物の上で知ってるが、これは字引にあるばかりで。生きてるものではないと思ってたが、占りくんに会ってから初めて。やっぱり、正体のある文字だと感心したくらいだ。このくらい関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や、占りくんのいないのは、すぐ気がついた。身を言うと、この男の次へでも座ろうかと、密かに目印にしてきたくらいだ。校長は、もうやがて見えるでしょうと、自分の前にある紫のふくさ包みをほどいて、こんにゃく板のようなものを読んでいる。赤シャツは、琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めた。この男は、これが道楽である。赤シャツ相当のところだろう。他の連中は、隣同士でなんだかささやき合っている。手持ち無沙汰なのは、鉛筆の尻についている。ゴムの頭で、テーブルの上へ、しきりに何か書いている。野田は時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただ、うんとかああと言うばかりで、時々怖い目をして。俺の方を見る。俺も負けずににらめ返す。ところへ待ちかねた、占りくんが、気の毒そうには、行ってきて、少々用事がありまして。遅刻いたしましたと、隠吟に、たぬきに挨拶をした。では、会議を開きますと、たぬきは、まず、初期の河村くんにこんにゃく板を配布させる。見ると、最初が、処分の件、次が、生徒取締りの件。その他23箇条である。たぬきは、例の通りもったいぶって、教育の生き量という見栄でこんな意味のことを述べた。学校の職員や生徒に過失のあるのは、みんな、自分の家督の致すところで、何か事件があるたびに。自分は、よく、これで校長が務まると、密かに、残機の念に他縁が。不幸にして、今回もまたかかる騒動を引き起こしたのは、深く諸君に向かって謝罪しなければならん。しかし、ひとたび起こった以上は仕方がない、どうにか処分をせんければならん。事実は、すでに諸君のご承知の通りであるからして、前後策について、複造のないことを参考のためにお述べください。俺は、校長の言葉を聞いて、なるほど校長だのたぬきだのというものは、えらいことを言うもんだと感心した。校長が、何もかも責任を受けて、自分の咎だとか、不徳だとか言うくらいなら、生徒を処分するのは、やめにして、自分から、先へ免職になったら、良さそうなもんだ。そうすれば、こんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ。第一常識から言ってもわかってる。俺がおとなしく宿直をする。生徒が乱暴をする。悪いのは校長でもなけりゃ俺でもない生徒だけに決まってる。もし山嵐が先導したとすれば、生徒と山嵐を対じればそれでたくさんだ。人の尻を自分で背負い込んで、俺の尻だ、俺の尻だと吹き散らかすやつが。どこの国にあるもんか、狸でなくっちゃできる芸当じゃない。彼は、こんな条理にかなわない議論を吐いて、得意げに一同を見回した。ところが、誰も口を開くものがない。博物の教師は、第一教場の屋根にカラスが止まってるのを眺めている。漢学の先生は、こんにゃく板を畳んだり、伸ばしたりしてる。山嵐は、まだ、俺の顔を睨めている。会議というものが、こんな馬鹿げたものなら、欠席して昼寝でもしている方がましだ。俺は、じれったくなったから、一番大いに弁じてやろうと思って、半分尻を上げかけたら。赤シャツが何か言い出したから、やめにした。見るとパイプをしまって、しまのある絹ハンケチで顔を拭きながら、何か言っている。あのハンケチは、きっと、マドンナから巻き上げたにそういない。男は、白い麻を使うもんだ。私も、寄宿生の乱暴を聞いて、甚だ教頭として不行き届きであり。かつ、平常の特化が少年に及ばなかったのを深く恥ずるのであります。で、こういうことは何か間欠があると起こるもので。事件そのものを見ると、なんだか生徒だけが悪いようであるが、その真相を極めると、責任はかえって学校にあるかもしれない。だから、表面上に現れたところだけで、厳重な制裁を加えるのは、かえって未来のために良くないかとも思われます。かつ少年血気のものであるから活気があふれて、善悪の考えはなく、半ば無意識にこんないたずらをやることはないとも限らん。で、もとより、処分法は校長のお考えにあることだから、私のよう介する限りではないが、どうか、そのあたりをご神酌になって、なるべく寛大なお取り計らいを願いたいと思います。なるほど狸が狸なら、赤シャツも赤シャツだ。生徒が暴れるのは、生徒が悪いんじゃない教師が悪いんだと公言している。気違いが、人の頭を殴りつけるのは、殴られた人が悪いから、気違いが殴るんだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら運動場へ出て相撲でも取るがいい。半ば無意識に床の中へバタを入れられてたまるものか。この様子じゃね首をかかれても半ば無意識だって放免するつもりだろう。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが、言うなら人を驚きロスかようにとうとうと述べ立てなくっちゃつまらない、俺の癖として。腹が立った時に口を聞くと、二言か三言で、必ず行き詰まってしまう。狸でも赤シャツでも人物から言うと、俺よりも下等だが、弁舌はなかなか達者だから。まずいことを、喋って揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと副案を作ってみようと、胸の中で文章を作ってる。すると、前にいたのだが突然起立したには驚きろいた。野田のくせに意見を述べるなんて生意気だ。野田ハレーのヘラヘラ調で、実に今回のバッタ事件及び突貫事件は、我々心ある職員をして、密かに、我が子を将来の前途に、危惧の念を抱かしむるにたる。珍事でありまして、我々職員たる者は、この際古くて自ら勝利見て、全校の風紀を伸縮しなければなりません。それで、ただいま校長及び教頭のお述べになったお説は、実に後継にあたった概説なお考えで、私は徹頭徹尾賛成いたします。どうか、なるべく、関来のご処分を仰ぎたいと思いますと言った。野田の言うことは言語はあるが、意味がない、官号の別に陳列する義理で、わけがわからない。分かったのは、徹頭徹尾賛成いたしますという言葉だけだ。俺は、野田の言う意味はわからないけれども、なんだか、非常に腹が立ったから。復案もできないうちに立ち上がってしまった。私は徹頭徹尾反対です、と言ったが、後が急に出てこない。そんなとんちんかんな、処分は大嫌いですとつけたら、職員が一同笑い出した。一体生徒が全然悪いです。どうしても謝らせなくっちゃ、癖になります。対抗さしても構いません。なんだ失敬な、新しく来た教師だと思って、と言って着席した。すると、右隣にいる博物が、生徒が悪いことも、悪いが、あまり厳重な罰などをすると、かえって反動を起こしていけないでしょう。やっぱり、教頭のおっしゃる通り、広しな方に賛成しますと弱いことを言った。左隣の官学は、穏便説に賛成と言った。歴史も教頭と同説だと言った。いまいましい、大抵のものは赤シャツ党だ。こんな連中が寄り合って学校を立てていりゃ夜話はない。俺は生徒を謝らせるか辞職するか二つのうち一つに極めてるんだから。もし赤シャツが勝ちを制したら早速うちへ帰って荷造りをする覚悟でいた。どうせこんな手合いを弁校で屈服させる手際はなし。させたところでいつまでご交際を願うのは、こっちでごめんだ。学校にいないとすればどうなったって構うもんか。また、何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんかと済ましていた。すると、今まで黙って聞いていた山嵐が憤然として、立ち上がった。やろうまた、赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ、貴様とは喧嘩だ。勝手にしろと見ていると、山嵐は、ガラス窓を震わせるような声で。私は、教頭及びその他諸君のお説には全然不同意であります。というものは、この事件は、どの点から見ても。50名の寄宿生が、信頼の教師帽子を警部して、これを翻弄しようとした所為と、より他には認められんのであります。教頭は、その源よしを、教師の人物以外にお求めになるようでありますが、失礼ながら、それは失言かと思います。帽子が宿直に当たられたのは、季語早々のことで。まだ生徒に接せられてから20日に満たぬ頃であります。この段階20日間において、生徒は、君の学問人物を評価し得る余地がないのであります。警部され、べき正当な理由があって。警部を受けたのなら、生徒の行為に斟酌を加える理由もありましょうが。何らの源よしもないのに、信頼の先生を愚弄するような、軽薄な生徒を感化しては、学校の維新に関わることと思います。教育の精神は、単に学問を授けるばかりではない、高尚な、正直な、物質的な元気を固遂すると同時に、野非な、軽装な、傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし反動が恐ろしいの。騒動が大きくなるのと、姑息なことを言った日には、この兵風はいつ強制できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ、我々は、この学校に職を報じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は、以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に、謝罪の意を表せしむるのを、私党のところを受けと心得ますと言いながら、どんと腰を下ろした。一同は、黙って何にも言わない。赤シャツはまた、バイトを吹き始めた。俺は、なんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを、俺の代わりに、山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺は、こういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて。大いにありがたいという顔を持って、腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は、一向知らん顔をしている。しばらくして、山嵐はまた起立した。ただいまちょっと失念して、言意を落としましたから、申します。当夜の宿直院は、宿直中外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。いやしくも、自分が一行の留守番を引き受けながら、咎める者のないのを幸いに。場所も、あろうに、温泉などへ入湯に行くなどというのは大きな失態である。生徒は、生徒として、この点については、校長から、特に責任者にご注意あらんことを希望します。妙なやっこだ、褒めたと思ったら、後から、すぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく、前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思って。つい温泉まで行ってしまったんだが、なるほどそう言われてみると、これは俺が悪るかった。攻撃されても仕方がない。そこで、俺は、また怒って、私は、まさに、宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝りますと言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらんやつらだ。貴様とこれほど、自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか。できないから笑うんだろう。それから、校長は、もう、大抵ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しましょうと言った。ついで、だから、その結果を言うと、寄宿生は、1週間の禁足になった上に、俺の前へ出て謝罪をした。謝罪をしなければ、その時辞職して帰るところだったがなまじい。俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、校長は、この時、会議の引き続きだと申してこんなことを言った。生徒の風紀は、教師の管下で正していかなくてはならん、その一着手として。教師は、なるべく飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも、送別会などの説は特別であるが、単独にあまり上等でない場所へ行くのは、よしたい例えば蕎麦屋だの、団子屋だのと言いかけたら、また一同が笑った。のだが、山嵐を見て、天ぷらと言って目配せをしたが、山嵐は取り合わなかった。いい機微だ、俺は脳が悪いから、タヌキの言うことなんか、よくわからないが、蕎麦屋や団子屋へ行って。中学の教師が務まらなくちゃ。俺みたような食いしん坊にゃ到底できっこないと思った。それなら、それでいいから、初手から、蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで事例を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うなと、罪なお触れを出すのは、俺のような外に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると、赤シャツがまた口を出した。元来、中学の教師などは、社会の上流に位するものだからして、単に、物質的の快楽ばかり求めるべきものでない。その方にふけると、つい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし、人間だから、何か娯楽がないと。田舎へ来て、狭い土地では到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、または、新体詩や俳句を作るとか。何でも、高尚な精神的娯楽を求めなくってはいけない。黙って聞いてると勝手な熱を吹く。沖へ行って小屋氏を釣ったり、ゴルキがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、古池へ蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら、天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくださらない娯楽を授けるより、赤シャツの洗濯でもするがいい。あんまり腹が立ったから、マドンナに会うのも精神的娯楽ですかと聞いてやった。すると、今度は誰も笑わない。妙な顔をして、互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ。聞いたろう。ただ気の毒だったのはうらなりくんで、俺がこう言ったら青い顔をますます青くした。